どうも、陽次郎でーす。はい、昨日、14日と15日に、計算中の、ブルーレイ、発売企画として、メンバーと、まあ、キャラクターと、なんかね、おしゃべりするみたいな YouTube ライブありましたけども、どうでしたか皆様。はい、結構僕は楽しめましたね。はい、1日目が、萌えちゃんじゃない、間違えた。三上ちゃんとニコルンで、昨日が、なごちゃんじゃない、間違えたごめんなさい、みゆちゃんと、ゆうきちゃんということでね、はい、まあ、この4名が、行ったわけですけども、まあね、4人ともとても面白かったですけど、その中で一番まあ良かったのはまあゆうきちゃんかなと思いました。はい、まあ、全体のなんか配信のその30分のなんか盛り上がりというか流れ、一番なんか良かったかなって、面白かったかなって思います。はい、ですがまあ今回サムネイルになっている通り、東条勇気モノモースということでね、ちょっと炎上するかなこれあんま言わない方がいい、言わない方がいいのかもしれないですけど、ちょっと言っていこうかなと思います。はい、まあ勇気ちゃんの配信めちゃめちゃ良かったんですけども、なんでしょうね、ちょっとこれはちょっと本当にユウキタムなのかなと思う部分がちょっとございまして、まあユウキタム、東条勇気イコールまあサッカーって感じじゃないですか。まあね、ちょっとね、サッカーについての最近サッカーやってるとか、リフティング何回できるみたいなコメントもね、昨日流れてましたけども、まあね、全てスルーということでまあ、なんでしょうね。他にもね、まあ、ニコルンだったらウサギとか、三上ちゃんだったら鳥田とか、まあ、ミユちゃんだったら相棒とかありますけども、なんでしょうね。まあ、そんなね、深掘りじゃないけども、軽く触れるっていうのはね、個人的にはした方がいいと思うんですけども、まあ、いますよね。僕みたいなサッカーオタク、サッカーバカ像がいるわけですよ、こうやって。あ、サッカー好きなのってなったらね、どん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 と話しちゃうような人もいますから、まあ、これに関しては結構、まあ、なんでしょうね、野球とサッカーに関しては、結構なんか、触れるなら慎重にと思いますよね。結構、やっぱりなんか、界隈とか、見てても野球、プロ野球好きだったりとか、J リーグ好きだったりとか、ね、する人多いですから、あ、好きなんだと思って自分のことをわーって話しちゃって、みたいな感じで、知らないのみたいな、このやりとりがちょっと怖いのかなと思って、触れなかったのかなと、僕個人としては思ってます。はい、まあ、そうよね。ねえ、そうよ。難しいなと思ったよ。本当に。俺みたいなね、ガーっていくやつがもしかしたらいるかもしれないし、それは本当に怖いっすよね。で、中のね、結構ちょっと昨日もね、で、ちょっと早く放送事故みたいな、で、中の人が映ってるみたいなね、瞬間が一瞬ね、1秒ぐらいございましたけども、まあね、レッタンに関しては絶対に、その、サッカーからは、遠藤一人でしょ。そう、すごく縁のね、遠い人だと思うし、だけどね、あくまであそこに映っていたのは東条勇気ですからね、そうね、今後ね、ちょっと課題じゃないかなと思う、このサッカーっていう話題は、どうなんでしょうね、今後は一切触れずにメルヘン街道を突っ走るのか、それとも今後軽くなんか触りだけ、あ、昨日サッカーやってたぞ、みたいな、ことを取り入れていくのか、まあ、軽くでいいっすよね。軽くでいいと思うんですけど、ね、入れた方がいいんじゃないかなって個人的には思いました。はい。